左の上2つ鍵を見えます。今日は右の目の上です。よいしょ。左の方向に行ってしまいましたが、大丈夫でしょうか。ドローンかかりすぎか。これも左フェアウェイ。今日は一番グリーンなので右サイドのグリーンです。こちらは右サイド。バッテリーが切れて安西のセカンドショットは取れませんでしたが、見事2オンです。ピンそば約3メートル。これから第3打バンカーショットになります。約15ヤード。まあまあ今週ショットです。この約15ヤードいるか。惜しい。ナイスアプローチ。ナイスパー。坂井選手下りは 60% という感じでしょうか。結構下ってます。しかしながら今日のグリーンは遅い。おお、ナイスバーディー。リハ選手は真横にピン範囲についています、奥に手も登ってますのでかなりスライスするラインになると思います。最低30センチはどうでしょうか。読み切れるか。惜しい。さあサンディーパットです。ナイスパー。右ドッグ382ヤードパー4です。すごい右に行きましたが、これはちょっと右すぎじゃないかと思います。比嘉選手アゲンストですが、木越えをやっていくのでしょうか。よいしょ。王選手ドライバーを使わず3ウッドで木越えを狙ってドローンはクリーンナイスショット。フェアウェイです、はい、木越えのドローでドライバーだと先の林に入ってしまうということでしょうか。ドローがかかってフェアウェイ左からラフにこぼれてしまいました。
上りも入れて200ヤードでしょうか。フット持ってます。ちょっと右に出ています。右から左にバウンドした右ラフ。坂井選手ピンチです。フェアウェイ真ん中に戻しました。コン選手は160プラス20180というところでしょうか。ドライバーではなく3番ウッドを使ってのショットでした。風もアゲインスト上りプラス最低プラス20175ぐらい80必要です。ドローがかかって、右グリーンにオンしました。選手は150ヤードから160ヤードのショットになります。これもグリーン右に外しました。オンしてるかエッジか。坂井選手残り105エイスト10から15上りが10120から130ぐらい必要なショットになります。ちょっとシャンク気味でいいラフとなりました。3打目で笹岡選手苦しい展開になっています。キロネのところもちょん出しその後のシャンク気味第3打第4打目になります。ボギー選手うまく上げて転がっていってます。入るかナイスアプローチ。坂井選手のラインが見られたので落とす位置も分かっていると思います。もうちょっと左の方がやばったか右の方がやばったかという感じですが、チャイニーズマザーなショットでした。この選手約13メートルかなり上り140% ぐらい上りのバーディーパットです。打ち切れたか。ナイスタッチ、ナイスタッチでしたが下りのパットが残っております。切れませんでした。ナイス。ナイス。さあ大事なパットです。ボギーパットなるか。ナイスパット超下りの40センチ。ナイスパット15番ホール6番ホール、今日は左のハイザーが左になって左のグリーンが1番グリーン420ヤード女子にとっては難関ホールです。かなり長いですが打ち下ろし
最短距離。最初はこの最中フェアウェイ左、ラフかフェアウェイかというところでしょうか。これはナイスショット。フェアウェイ右、ナイスショットです。杉田選手第2弾目、420ヤードと女子にしては長かったんですが、ダウンヒルだったので残り145ヤードです。赤い松の位置がピンの位置ですが、かなり右ラフです。この選手はピンを狙えるか、かなり顎が高いバンカーの手前です。バンテの高い分野を選んでいます。やはり打てないすんでした。残り130ヤード。高橋選手。はい、そうです。井原選手、120というところでしょうか。下り、ダウンヒル。手を離してしまいましたが、ピンに向かって飛んでいますが、ちょっと距離が分かりません。この選手、幅の高いバンカーの直前にボールが止まっていて、打ちたい番手で打てませんでした。これから約40ヤード。しかしながら、ピンが手前で、グリーンを使うことができず、スピードをかけて止められるか、難しいアプローチです。上げずに転がしていきました。ちょっと転がしの距離の把握の仕方が難しい、調整が難しい。杉田選手の牛に疲れてしまい、シャンク目でした。ちょっと大きい、あ、バンカーに入ってしまうか、止まるか、止まった。井原選手は残り10ヤード。これはバーディーを狙っていくようなアプローチです。パーはマスト。ナイスアプローチ。杉田選手パーアプローチ、ナイスアプローチ。パーセーブできるか、下りのパット打ってるか、惜しい、入ったかと思いましたが、最後の一曲がりがありませんでした。さあ、坂井奈選手バーディーパットです。ナイスバーディー。宮選手バーディーのパーパットです。ナイスパー。ナイスバーディーでした。